第3段階は文字通り構えた位置からまずはその位置で振りかぶって左にそこで重心に乗せ替えて足を動かさないでから一緒に出ます。その段階が必要です。から出ながらです。そして最終的には実践的に今足が出た分が今度は足を出た分に対して振り幅を小さくして打つようにします。相手の面の上に上げるような気持ちで今度は手と足のバランスが自然的に変わってくるわけです。足が浮くと打つような形になる。手前に引っ張らない、二足一刀で打った時の体勢を崩さないように。